高橋知事は世耕経済産業大臣に対して、大規模停電の再発防止策の一環として電力の安定供給のために本州と北海道を結ぶ送電網を強化することや、エネルギーの地産地消を促進することなどを求める要望書を提出しました。これに先立って高橋知事は総理官邸を訪れ、補正予算での追加支援を要請しました。先月の大規模停電による被害額はおよそ1930億円に上るとみられていて、北海道は経済復興や観光、防災などで政府に支援を求めました。